ピースコインは、ピースコイン、OU 及びその関連会社が開発した暗号通貨である。ピースコインは、2017年に、両市安倍によって考案され、2018年6月に設立されたピースコイン、OU によって暗号通貨開発プロジェクトを進め、ブロックチェーン技術を駆使した取引などのサービスを提供している。ピースコインは、 感情とトークンエコノミーを連動させるというブロックチェーン業界において世界的にもイノベーティブな暗号通貨である。資本主義による富の集中化や GDP 成長モデルを前提とする現代の金融システムが持つ課題を克服し、資本を独占する考え方から分け合う考え方一歩進むことを目的に開発されている。個人間だけでなく企業や家庭、 地域社会といった幅広いコミュニティでの使用やアンペードワークのような今まで経済的評価がなされなかった領域への使用までピースコインの流通を通じて人々がゆとりと生きがいを持ち笑顔が溢れる豊かな社会の実現を目指している2018年より実証実験をスタートし地域コミュニティや企業団体においてピースコインをベースとしたオリジナルコインを発行し 地域通貨、コミュニティ通貨としての導入を進めている、ピースコイントークンのコンセプト。ありがとうクリエーションは、クレジットクリエーションが、金融機関を、マネーストックを増やしていくのに対し、個々人が決済をした際、信用創造のように貨幣を生み出す機能を持たせ、コンセンサスアルゴリズム、プルーフ・オブ・サンクスによる PCE 増大と、滞留している PCE を減少させる。つまり、 PCE を使った決済が増えるほど、PCE の総量は増え、決済が減ると流通する PCE は低減していく。非中央集権化された形で、世の中に流通する PCE を調整する。ピースコインが独自で開発した、非中央集権のコンセンサスアルゴリズム。ピースコインでは、ありがとうクリエーションにより増大が行われるが、この増加の額を具体的に決定するための指標が、 プルーフオブサンクススコアである。増大の仕組みが機能する状態を維持するため、流通 PCE を減らす働きとして、減少の仕組みを導入している。ピースコイントークンのティッカーであり、ピースコイントークンの略称。コミュニティ内における、ボランティアや、家事労働などといった今まで可視化されていなかった、領域のアンペイドワークや、シャドウワークを測定していく。市場代替性が低いものを、 安平度の高いものとしている。ありがとうございます。